ヤギかは、玉、ひずめめ牛鹿に含まれる赤。近年は、牛鹿のうち、牛かを除く構成種をアントロープイニーとまとめる説があり、その説に従えば、ヤギ属にあたる。アフリカ大陸北部、北アメリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、日本体系は頑丈。頸部は短い。尾は短く、尾の先端も棒状にならない。全身は、 長い体毛で覆われるが、一部が身長し髭状や縦髪状になる種が多い。多くの種で主流ともに角があり、角はメスの方が小型である種は多いものの形状による性的に型は小さい。種は頑丈。ひめは短く、左右のひめが皮膚膜でつながる。乳頭の数は2個か4個。牛顔、牛赤とアントロープイニーのに赤とする説がある。 その説に従う場合は、本稿の内容は、ヤギ族に関するものとなる。以前は、牛科の内左右の蹄めが、皮膚膜でつながる種が、ヤギアカとしてまとめられていた。サイガ族も含まれ、赤内では、ヤギ族、カプレニー、ジャコウ,ウシ族をバイボーバイニーシャモア族、リップカプレニーサイガ族サイゲニーに分割する説もあった。シャモア族を構成する、カモシカ族、ゴーラル族、 シャモア族、白岩ヤギ族が赤内では原始的な分類群だと考えられ、サイガ族は形態から赤内ではブラックバック赤に近縁だと考えられ、ブラックバック赤に含める説もあった。2003年に発表されたミトコンドリア DNA の1 2 s スナ1 6 s スナの分子系統解析では、チルーはヤギ赤に含まれるものの、サイガはブラックバック赤に含まれると推定された。 2012年に、ミトコンドリア DNA の首都クロムビーと、コイン遺伝子の延期配列を決定し、最大節約法で推定したクジラ玉、ひずめめを包括した系統解析では、ハーテビースト族とブルーバック族の2族と、単系統群を形成する。これら3族の単系統性は、それぞれの族から一部の種を解析に含めただけだが、2013年に発表された、 核 DNA とミトコンドリア DNA の旧遺伝子の塩基配列を決定し最大節約法、最優法、ベーズ法で推定した系統推定でも指示されている。赤内では地竜が最も初期に分岐し、ついでジャコウシ族、カモシカ族、ゴーラル族からなる単系統群が分岐したと推定され、シャモア族や白ワヤギ族は比較的派生的な分類群に当たる。 羊白岩ヤギなどは、ジャコ行牛ア族に近縁とする説もあったが、ヤギア族内に位置する。以下の分類、英名和をもとに、和名和をもとにする。産地、森林、ステップ、ツンドラなどに生息する。植生は、植物食で草や木の葉、芽、樹皮、果実などを食べる。ムフロンが家畜化され羊、パサンが家畜化されヤギになったと考えられている。 森林伐採、放牧、紛争などによる生息地の破壊、毛皮や食用、薬用、核目的の乱獲、家畜との競合や交雑などにより、生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。